ゴーコードラコン日本一決定戦、ジャンボ尾崎選手の見本プレーが終わりました。321ヤード飛ばしています。やったやったさあこちらは東京学館浦安高校2年生の今野安春選手。なんとこの距離が309ヤード、堂々2位に入りました。続いて堀越高校3年の宮崎雅史選手。雅史いいぞ安定したな。距離は293ヤードで5位。水上高校1年生の長尾選手、300ヤードを超えてご覧のように302ヤードは3位。おし。